はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第240回でございます。おはようございます。今日じゃない、今ですね、朝の5時10分ぐらいには撮影を始めてるんですけど、で、朝起きたらですね、多分風邪をひいたっぽくって、ちょっと鼻声っていうか、ね、喋りにくいんですよ、自分は。聞き苦しいところにあるかもしれないんですが、申し訳ない。そこはちょっと許してください。で、今回テーマがですね、平等で不平等なものというテーマで喋っていきますので、よかったら最後までお付き合いください。ということで、ね、早速話していこうと思うんですけど、今回ですね、もともとは、相談を今、すごいなんかいろいろいただいてて、それを読んでてさっき、朝起きてね、読んで、で、それで思ったことを、違うテーマ喋ろうと思ったんですけど、なんかそれ読んでたらこれ喋りたいなと思って今テーマを変えたんですが、平等とさ、不平等ってもちろんいろいろあるじゃないですか。で、このように、平等なんだけど、その平等だからこそすごい不平等だよなって思うものが、いっぱいあるんだろうけど、で、その中で一番俺がね、よく思ってるのが、時間なんですよ。時間ね。で、これは、どんな人にも、基本的に24時間、1日24時間っていう、時間が平等に与えられてるわけですよ。もちろん、寿命まで人変わるけどね。寿命は違くなるけど。そう、1日だけだったら24時間与えられてると。それはもう平等ですよね。絶対的な24時間だから。でも、じゃあ、例えば、すごいまったり過ごす。まったりっていうか、全然、例えばじゃあ、例えが悪いけどさ、仕事を何もしてない人が24時間まったり過ごすでも、それも24時間なわけ。でも、どっかのじゃあ会社の社長さんがね、過ごす、それも24時間なわけ。ものすごい忙しい方でも。だから、よくこれ誰かの本で昔読んだことがあるんですけど、その、例えば同じ24時間をさ、じゃあ寝て過ごす24時間と、その社長さんがさ、24時間、何かこう、いろいろ動き回って、動く24時間ってもう生まれる価値が違うわけよ、そこに。例えばお金で言うんだったら、それも絶対変わるわけ。だから、平等なんだけど、そこは平等じゃダメじゃないっていうか、良くないよねっていうふうに思う。だから平等な不平等っていう。それを昔本で読んだことがあって。で、今回それを喋りたいと思ったんですね。で、なんでそれを思ったかっていうと、おそらくこの時期さ、ゴールデンウィークが終わって、新学年とかさ、新しい進級先とか、進級じゃねえや、進学先か、とか、生活が1ヶ月あったんで、若干慣れてきたんだよね、きっとね。で、慣れてくると、やっぱりこういうことをしたいなとか、自分の今の改善点みたいなのが見えてくるの。最初の1ヶ月っていうのは、もう過ごすだけで必死だからさ、もう、今日頑張ろう、みたいな感じだったんだけど、ちょっと余裕ができて、いろんなことにこう、目線が行くというか、見えるようになったので、こう、いろいろ改善したい。って思いが多分出てきてる人が多いんだよね。で、その中で、時間が足りないっていう。そう。あれもしたい、これもしたい。例えば、勉強で言うんだったら、予習もしたいんだけど、復習もしたい。でも全然足りない。で、復習だけをしたいと思っても、あの教科もこの教科もどうしようみたいな。部活もあって、バイトもあって、みたいな。いろいろ相談があるわけ。で、それを見たときに、このね、喋ろうと思った理由は、24時間しかないわけよ。どんなにあがいたって変わらないわけ。俺も今本当にありがたいことにちょっと忙しくなって、できれば1日40時間くらい欲しいわけ。48時間とかあったらいいなとか思うけど、そんなん願ったって絶対ならないわけよ。で、自分も、あとこれだけ時間があったらさ、1日こんなことができて、あれもできて、動画も撮れてとか思うんだけど、それも絶対叶わないわけ。だったら、その24時間っていう中、24時間の中でもさ、睡眠何時間とかさ、絶対にこう譲れないものもあるわけじゃん、時間として。じゃあ、自分が好きに取れる時間が何時間ありますと。で、その時間を何に使うのかって。それを優先順位を決めてやっていくしかないんだよね。やりたいって思ったこと全部を、やっぱりその一日の中に詰め込めるかどうか、それはなかなか難しいと思う。で、結局、そのやりたいと思ったこと全部できれば一番いいの。気持ちとしても楽だし、消化できるからね。でも、そうもいかないから、さっきも言ったように、優先順位決めて、これをやろうって。これを先にやろうって。例えば、そのやって他のものができなかったとしても、それでもやろうって思って自分で考えて優先順位決めたものを上から消化していくわけだよ。だからできてるわけだから、そうやって一歩一歩前に進むしかないんだよねっていうふうに割り切らないと心がパンクするよ。こうよくね、やりたいとかしなきゃって、感情が出てきた時に、その、どんどん溜め込んじゃうと、あれもしなきゃ、これもしなきゃ。最初のうちは何個か、なんか2個3個とかなんだけど、それがどんどん溜まってっちゃうんだよね。やんなきゃいけないことが。そうすると、4、5、6、7って、どんどん溜め込んでいくと、そのうちもう何を言ってやったらいいのかわからない。漠然とやらなきゃいけないことがたくさんありすぎる。もうどうしよう、わけわかんない。ってなっちゃって、結局動けなくなるっていう。
風に落ちちゃうので、それは避けたい。そう。だから、まあ今回ね、その今話をしましたけど、時間っていうのは限られてるので、そう、大事なことは優先順位を決めること。で、優先順位を決めるのはやっぱり自分なんだよね。例えば A、B、C って3つのやらなきゃいけないことがあったと。で、誰かで、ね、まあ家族でも何でもいいけど、C からやりなさいよ、みたいな。絶対 C からやりなさい。それが先だよ、みたいな。言われたとしても、自分が、いやでも A が先じゃないかなって思ったらさ、しぶしぶ C をやってもモチベーション上がらないでしょ。だって気持ちで A やんなきゃって思ってんだから。そう。だからやっぱり自分自身で決めないと。人からね、話を聞いてそれをアドバイスにして参考にするのはもちろん大事。それは聞かなきゃいけないけど。そう。だから自分で優先順位を決めて、で、一個一個やっていく。ね。昔から口癖のように自分は言いますけど、うちらは人間なんで空飛べないわけですよ。羽も生えてないし、ビューンって行けないわけ。こうね、山登りでさ、まあ、やることが山だとしたら、山の頂上まで行かなきゃいけないと。でも、ピューンと飛べたら楽なんだよ。でも、そうもいかない。うちは一歩一歩歩いていくしかないんだよね。道具を使わなければ。だから、やらなきゃいけないことっていうのも、一歩一歩、一つ一つこなしていくしかないからさ。そう。ってやって、A が終わった。よし、じゃあ次 B と C どっちやる？じゃあ C やるか。C やってく。つって。C 終わりましたって。その後にはきっと D、E って出てくるわけ。やんなきゃいけないことが。その繰り返し。そう。でも、その繰り返しでね、どん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 いろんなことをこなしていく。経験値を積んでいく。それが自分の成長につながってるから。必ずね。そう。だからそうやって一個一個こなしていく。で、一個一個こなしていく中で、ちゃんと休憩も取っていく。24時間、365日、ずーっと頑張んなきゃそんなんはいらない。ね、ちゃんと休憩取って、休憩も一個のなんか実力というか大事なことなんで。そう、それとバランスを取ってやってもらえたらと思います。はい。朝の5時10分にね、何を熱弁してんだかって話なんですけど。で、あとはですね、来週なんですけど、来週というか、まあ、さっきも、最初にもちょっと話しましたけど、なんか、5月に入ったあたり、まあ、ゴールデンウィークあたりからですかね、こう、まあ、相談メールをたくさん今いただいてて、ちょこちょこ返してはいるんですけど、まあ、ほんと、もうなんだろう、10% も10分の10も返せてないぐらいな、まあ、疲労になっちゃってて。で、それを、まあ、近いうち、まあ、できたら来週かな、近いうちのダラダラ城で、まあ、相談、なんだろう、サクッと答えれるやつをまとめてバンって話して答えようかなと思っておりますので、まあ、もしなんか聞きたいこととか、まあ、勉強でも、ね、本当恋愛とかさ、友人関係とかいろんな勉強全く関係ないことたくさん来てるんだけど、そういうのも全然構わないんで、まあ、もし聞きたいことがあれば、聞きたいこと？まあね、質問とか相談があれば、メールに送ってもらえたらと思います。ちょっと今日表紙に書き忘れちゃったんですけど、概要欄とかにも一応載っけておきますね。あとはツイッターの方にはね、いつもメール書いてありますんで、まあ、そことかにも送ってもらえたらと思います。はい、という感じで、今回はハイチのダラダラジオ、テーマが平等で不平等なものというテーマで喋らせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では次回、まあ、さっき言ったようにもしね、できそうだったらその相談まとめてバッて返す回にしようかなと。まあ他に話したいことがね、今回みたいにバッて決まったらそっち話すかもしれないんですけど、もしよかったらまた次回の方も聞いてみてください。では今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。